暴言で炎上、フワちゃんは謝罪、オールナイト日本放送休止の真相。お笑い芸人のやす子に対して暴言を吐いたフワちゃんが5日に自身の公式 X で担当番組の休止を報告し謝罪しました。フワちゃんはやす子の投稿に死んでくださいと引用リポストし大炎上しました。やす子がとっても悲しいとつぶやくと、フワちゃんは謝罪しましたが事態は収まりませんでした。フワちゃんのラジオ番組フワちゃんのオールナイト日本ゼロは放送休止となり、フワちゃんは深く後悔し謝罪の意を表明しました。みんなの反応。フワちゃん、マジでありえない。暴言とか最低すぎるんだけど。フワちゃん、謝罪しても遅いよ。言葉の重みをもっと考えてほしい。フワちゃん、言い過ぎだよ。冗談でも死んでなんて言っちゃダメだろ。フワちゃんのラジオ番組、また戻ってくるのを楽しみにしてるよ。フワちゃんのラジオ休止は残念だけど、反省してる姿勢は偉いと思う。フワちゃん、何やってんだよ。こんな暴言は絶対に許されないわ。ラジオ休止は残念やけど、フワちゃんの謝罪は誠意感じるで。フワちゃん、ちゃんと謝ってて偉い。これからも応援するよ。フワちゃんの謝罪、素直でよかったね。これからも応援してるよ。フワちゃん、ちゃんと謝ってて偉い。次は気をつけてね。フワちゃん、反省して謝罪したのは偉いと思うで、次は気をつけてな。フワちゃん、ちゃんと謝罪してて偉い。次は気をつけてね。フワちゃん、ラジオ休止と格差、もう二度と戻ってくんなや。フワちゃん、さすがにやりすぎやろ。もう少し考えて発言せえや。フワちゃん、ちゃんと謝罪してて偉い。次は気をつけてな。フワちゃん、さすがに言いすぎだよ。もう少し考えて発言してほしいな。やす子ちゃん、めっちゃ優しいし、応援してるよ。元気出してね。フワちゃんのラジオ休止とか、マジでありえない。暴言はダメでしょう。やす子さん、あんな暴言に負けずに頑張ってほしい。応援してるよ。フワちゃん、マジでありえない。やす子にそんなこと言うなんて信じられない。フワちゃん、ちゃんと謝罪してて偉い。これからも応援してるよ。フワちゃんのラジオ休止、やっぱり言葉には気をつけないとね。フワちゃん、ちゃんと謝ってて偉い。次は気をつけてね。やす子ちゃんにそんなこと言うなんて、フワちゃん最低すぎる。フワちゃん、謝罪しても遅いわ。言葉の重みをもっと考えろや。やす子ちゃん、強い心で頑張って、応援してるで。やす子さん、ポジティブなメッセージで元気をもらってます。応援してます。フワちゃんの謝罪、遅すぎて全然響かない。もっと早く反省してほしい。フワちゃん、ちゃんと謝罪してて偉い。次は気をつけてな。フワちゃん、やす子に暴言とかありえんわ。やす子がかわいそうすぎる。みんなの反応としては、フワちゃんの暴言に対する批判が多く、謝罪を評価する声もあります。少数意見としては、ラジオ番組の休止を残念に思う声や、やす子への応援があります。当チャンネルの意見として、フワちゃんの発言は非常に不適切であり、言葉の重みをもっと考えるべきだと思います。しかし、彼女が反省し謝罪している姿勢は評価できます。